ほら、はい、どうも、こんジャパンは日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、来週20日に登場しますクラブセレクション紹介ということで、来週3月20日はナポリに決定ということになりました。で、ナポリこちらの8選手ということで、この中でもロサーノとロボツカは初登場になりますので、ナポリファンの方はぜひ獲得していただければと思いますけども、まあオシムヘンまた来ましたね。フェノミナルフィニッシュ持っているオシムヘンを持っている方は、まあ今回のクラブセレクションはね、そこまで、なのかなとは思いますけども、一応能力値もしっかり紹介していきたいと思いますし、あとはクバラスヘリア、中ガードアップデートで強化されたバージョンがまたね、FP になって登場ということになりましたので、しっかり見ていきたいと思います。それでは早速いきましょう。どうぞ。ということで、まずオシムヘンの能力値からご覧いただければと思いますけども、まあ、前回のクラブセレクション最大レベル25でしたので、今回も25で見ていこうかなと思いますけども、まあ実際は22ぐらいな気がしますね。ということで、能力値はオフェンスセンス90台というところと、スピード瞬発速いですね。ジャンプ、フィジカルコンタクトの能力値もしっかり高いという結果になっていますし、まあ、前回よりはコントロールループとエアバトルが追加という結果になっています。ということで、11月3日の週間 FP との比較になりますけど、得点能力強化ということになりましたので、まあこれはね、ぜひ今回乗り換えていただければと思いますし、1月12日の週間 FP と比較しても、フェンセンス8つ上がりで決定力1つ上がって、瞬発力であったり、ジャンプ、フィジコンも上がっていますので、まあこれはぜひ今回のシムヘイに乗り換えていただければと思います。最後にショータイムのオシムヘンとの比較見ていきましょう。まあ、ショータイムの比較というところで見ると、決定力、スピード、キック力、空中戦の能力値に関しては前回かなというところで、ただまあ今回も遜色ない能力値かなというところですね。まあ、最大レベル25なのであれば、今回もまあ候補に入るのかなとは思いますけども、まあ何よりフェノミナルフィニッシュ持っているというところプラス、もしかしたら25まで上がらないのかもしれませんので、まあ、そう考えた時にはぜひ前回のショータイムの方を使っていただければというところですね。続きまして、もう今シーズンの爆発力すごいですね。クバラツエリアということで、クバラツエリアに関しては能力値ご覧の通りということになっています。まあ特にドリブル能力しっかり強化していますので、90台というところと、スピード瞬発も速いですし、まあ何より中型アップで逆足の能力が最高になったというところと、長所の波が小さいので、ここら辺はかなりありがたいですね。スキルで言うと PK キッカーがなくなって、ラシコが追加ということになっています。10月24日の週間 FP との比較になりますが、まあ、やはり逆足が高いというところと、能力値自体も今回の方がかなり高いのかなと思いますので、ぜひ今回乗り換えていただければと思いますし、顔色が悪いクバラスエリアになります。まあ、これに関してもドリブル能力、そしてまあスピード瞬発、まあ、瞬発力は5つ下がっていますけども、やはり逆足のところがね、大きな違いかなと思いますので、ぜひ今回の方を使っていただければと思いますし、2月9日の週間 FP との比較になります。やはりドリブル能力高いですね。スピードもプラス2というところであったり、逆足も高いので、ぜひ今回のクバラスエリアに乗り換えていただければと思います。続きまして、ゴールキーパーメレットということで、メレットは最大レベル19で見ていっておりますけども、GK 能力に関しては、まあ、プレイヤーオブザウィークより高く設定されていますし、前回のクラブセレクションよりも高いということになりましたので、ぜひ今回のメレットを使っていただければというところですね。そして続きまして DMF ザンバンギサ見ていきましょう。ザンバンギサに関しては前回最大レベルが33でかなり高かったので、今回は28で見ていこうかなと思いますけども、まあ28で見ていっても今回結構能力値高いですね。フィジコンであったりオフェンスセンス高いですし、まあディフェンス系の能力値に関しては前回の方が高いという結果になってしまっていますね。続きまして右ウィングロサーノということで、ロサーノに関してはドリブル能力、スピード瞬発に高いなというところと、フェンセンスであったりボディコンに関しても80台というところで、まあ使いやすい選手になっているのかなと思いますけども、もう少しスキル欲しかったなというところですね。続きまして右サイドバックディロレンツォということで、ディロレンツォに関してはおそらく最大レベル26のままでしょう。というのも能力値で比較した時にフライパス3下がり、ディフェンセンス3つ上がりということになりましたし、まあここら辺は最大レベル26かなと思います。スキルはキャプテンシーが追加ということですね。前回の週間 FP との比較になりますけども、週間はスキルがかなり豊富ですね。ただ今回に関してはディフェンス能力が強化という結果になっています。そして続きまして韓国代表キム・ミンジェということで、キム・ミンジェに関してはやはりクラブセレクションの方が強いなというところで、ディフェンス能力はしっかり強化という結果になっていますし、前回の10月のキム・ミンジェとの比較になります。空中戦能力に関しては結構マイナスが目立つということなんですけど、ディフェンスセンス、ボールダッシュは今回の方がかなり高いという結果になりました。国代表で出ましたディフェンダーになりますけども、こちらに関しても同様ですね。ディフェンスセンスであったりボールダッシュに関しては今回なんですけども、空中戦はマイナスという結果です。最後に初登場となりますロボツカ見ていきましょう。ロボツカは今回最大レベル28で見ていっておりますけども、どうですかね、結構ありなんじゃないかなと思いますが、プレイメーカーとしてパス系、ドリブル能力、ディフェンス能力がしっかり高く、スキルもワンパスルーパス持っていますので、今週ライブアップで A ですし、まあ最大レベルもう少し高ければ全然ガチスカに入ってきそうな選手ですね。はい、ということで本日はナポリのクラブセレクション8選手紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。やはりクバラツヘリア結構強いなというところですので、ぜひ獲得していただければと思います。
さあということで今週の週刊 FP はこちらということで、やはりパバール来ましたね。まあパバールとりあえず写真当てることができました。今週パバールだけかっていう感じなんですけど、まあ個人的に狙っていきたいのがトロサールですね。まあリンクフォワードのトロサールですし、まあグーナとしてはしっかり、獲得していきたいなというところで、トロサールってワンパスルーパスは持ってないのか。あ、そっか、まあまあまあいいんじゃないですか。まあセンターフォワードですしね、いいんじゃないかなというところで早速引いていきたいと思います。いや今週はトロサール、まあハフィーネも欲しいですけど、まあトロサール、うん、やっぱトロサールですね。さあということで引いていきますか。頼むぞ。まあとりあえず無料分をのけて3回引いていきたいと思いますけど、いやーまあ今週のトロサールすごかったですけど、もうチャンピオンズリーグのハーランド全てをかき消されましたねもうハーランドエグすぎたっていう感じなんですけど、さあ星4か、誰が出ますかということで、まあプレミアはプレミアだけど星4ですね。誰ですかこれ。あーなるほど、ビリングか。まあまあまあ悪くないんじゃないかな。ちょっと能力値確認してないんで何とも言いづらいんですけど、まあまあビリング、まあちょっと能力値確認してみたいですね。ということでビリングの能力値なんですけども、2列目からの飛び出しで、いやうん、2列目の選手にしてはディフェンス能力高いなって感じですけど、あ、ワンシューワンパとかミドルとかドロップは持ってるのか。まあうん、まあライバうん、オッケー。さあということで早速2連目の方も引いていきましょうか。いやもう星5なんですよね。今回はプレミアがまず出て星5なんです。さあということでトロサール来てくれよ、頼むぞ。もうトロサールはね、あの前回の指名契約で獲得してるんで、ただねユニフォームがブライトンなんでね、やっぱりアーセナルの、これはパバールか。まあパバールは悪くはないんじゃないかなと思いますけど、パバールじゃないな、そっちか、フリンポンか。フリンポンか。ちょっと待って、あのクラブセレクションの引きよかった、あのクラシコのクラブセレクションの引き良かったので、週刊フィーめちゃくちゃ渋ない、ここまでかなり渋いですけど、いやーちょっと2週連続でレバークーゼン来たな。ちょっとフリンポンの能力値も1回確認しておきますけど、右のサイドハーフウィングバックですかね。おお、右のウィングバックで2列目からの飛び出しで、まあドリブルあってディフェンス、スピシュン高いな、ボディコン高いな、スタミナ高いなここら辺の90代の能力値やっぱ高いですけど、ワンシューワンパピンポイントクロスインターセプトとか、まあワンチャンありか、スルーパスもあるし、ワンチャンありですね。まあ今週ライブアップで A なんで、まあ本当にワンチャンかなと思いますけど、まあウィングバックとして使うんで、ちょっと待って、ディフェンス能力どうだ。じゃちょっと待ってね、フリンポン しっかり確認しておきたいな。もしかしたら本当に使うかもしれないんで、あ、ディフェンス能力もまあある程度ありますかね。まあまあまあちょっと使ってみてですね、使用感ちょっと気になるんで使ってみてかなと思いますけど、さあということで無料分なくしてラストということで頼むぞ。もうこの3連で引いときたいぞというところで、さあ誰が出ますか。まずプレミアね、プレミアが出てこないと土俵にすら立てないということで、セリエ、あ、うわ誰、セリエアは誰、本当に誰がいた、まあ結構いましたけど、うわそうきたか、多分使わないな待って、本当に週刊 FP の方の引きが悪すぎるのよ最近ね。本当に週刊の方が悪いんですよね。クラブセレクションはまあまあの引きできたんですけど、週刊が悪すぎるということで、今週はちょっとまあ使える選手がワンチャンフリンポンかなと思いますので、ちょっと無料分引いていきたいと思いますね。さあということで、まあ本日はナポリのクラブセレクションとこちらの週刊 FP 引いていきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあかなり引きは悪いですね。ということで、まあ指名契約で J リーグね来てますんで、しっかり、そこはねヴィッセルの選手は獲得してね、今週は終わっていきたいと思いますけども、まあようやく J リーグ来ましたね。ここら辺はかなりありがたいんですけども、まあ毎週ねプレイオブザウィークとして出てほしいなというところなんですけど、まあまあまあいいでしょうということで、ここら辺で終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では